こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。3連戦を振り返るの時間です。はいはい、ね、はい。はい。今回もいろいろありましたが。早いな、サイクルがな。なんか、時が進むのが早いというかさ。なんか、最近毎回言ってますよね。なんか言ってんな。で、ヤクルトが、マジック50。ねえ、どんどん減らしていってますが。まあ、どんどんというか。まあ、どんどんというか、まあ、でも、着実には減らしてる。着実にって感じですね。そうだね。うん、うん、まあヤクルトが負け越しみたいな、まさかのまさかなみたいな、なので坂本はみたいな、何かありましたね。ねえ、ありましたね、はい、この3連戦でね。そうですね。なので、まあまあ、うん、うん、まあいろんなことがあったということで、多分あっという間に感じる3連戦なんでしょうけど、はい、まあ、そうだね、はい、はい、まずじゃあセ・リーグから見ていきましょう。はい、まあこうなりました。はい、これ勝ち越しのチームは赤枠なんですが、はい、巨人 DeNA が、巨人2勝1敗で勝ち越し、うん、DeNA は1勝1分け、そうだね、はい、まあ、阪神と DeNA は、うん、雨のためね、はい、3連戦の初戦が中止になってるから、はい、まあ、2試合ですね。2試合だね、はい、でまずは巨人ヤクルトから、はい、でやっぱりここで巨人の意地を見たかったんだよね。はい、まあ、どういうふうな戦い方をするのかって。で初戦、はい、ヤクルトが東郷の立ち上がりをパパーンと捉えて、うん、もう簡単に1点で先取したんだよね、はい、でその後巨人がどういう攻撃をするかなと思ったら、うん、やり返したねまあ見事だったね、はい、あの立ち上がりの攻防っていうのは、うん、だからそのヤクルトも勢いがあるけどさ、はい、でも巨人も打線的にはこう負けてないようなね、うん、まあそんな感じも受けたし、はい、まあ戸郷とメルセデス、はい、まあ好投しながら、まあメルセデスには勝ちがつかなかったけども、うん、まあ延長になって吉川がサヨナラを打つとか、はい、だから非常にいい戦いをしたんだよね、うん、ただこう3戦目に負けるわけだけども、はい、でも2戦目の途中でやっぱ坂本が腰かな、そうですね、まあ、発表では腰って言ってるんだけども、うん、まあ離脱してから交代して、そうだね、はい、それでまあ3戦目をね、うん、昨日迎えたんだけども、登録がちょっと抹消になって、そうだね、はい、抹消になるっていうことは、うん、やっぱり少し時間がかかるかなっていうようなことも考えられて、うん、増田大輝を使ったんだけどもね、はい、だけどやっぱ坂本と比べるとさ、うん、申し訳ないけどやっぱ5番打者で坂本がね、うん、岡本の次に打つのとやっぱちょっと迫力不足になっちゃうよね、一人抜けるだけでね、うん、はい、まあだけどヤクルトの方は、うん、やっぱ山崎や長岡、はい、まあそういった脇を固める、うん、クリーンアップの脇を固めたりするバッターたちが、うん、やっぱしっかり仕事するし、うん、やっぱ連敗中石川というね大ベテランが投げて、はい、まあ点は取られたけども、はい、やっぱこう勝ちにつなげていくというあたりがね、うん、まあ、ヤクルトの強さかなっていうようなことも感じるし、はい、で村上があんまり機能はしなかったんだけども、うん、だけどやっぱり山田でありさ、青木でありと、まあ、そういった人間たちがやっぱ村上をカバーしていくという、うん、でまあ塩見も相変わらずいいし、はい、だ非常にやっぱりこう安定してるよね。うん、ただ不安なのは、はい、不安な点が一つ出てきたっていうことを考えるのは、うん、やっぱ田口がやられたということね。そうでしたね。今までこう完璧に抑えた人間が一つやられることによって、はい、ちょっとリズムを崩しそうな感じもするんだよね。うん、まあ、田口っていうのはさ、今年のそのヤクルトの救世主というか、そうですね、やっぱどんなピンチも切り抜けてきたというね、うん、そういうピッチャーがやっぱ一回やられることによってリズムを壊すとい う、うん、考えも持つよね。しかもさよならという場面でしたので、そうだね、うんうん、だから早く払拭できればいいよね、田口が次の登板でまたないいピッチングをして、まあ、そのやられたものを消していくというね、うんうん、まあ、そういうことが必要かなという。ただヤクルトに、まあ、勝ち越されたけど、うん、14カードで終わったけどね、はい、連続勝ち越しがね、うん、まあ、だけどもやっぱ強さは誇ってる。でもさすが巨人だったなと、うんうん、ね、勝ち越したら。でもゲーム差から考えると、うん、2勝1敗じゃなくて3連勝しなきゃいけなかったんだよね、うん、でゲーム差をできれば1桁にしなきゃいけない、
なるほど、うん、やっぱ2桁あったらしんどいわ。そうです、ね、あまあそれとやっぱり相変わらず8回のピッチャー誰に投げさすのか、うん、まあ平内を今使ってるけど、はい、まあ確かに力もあるしね、うん、まあ自信もできてきたんだろうけども、はい、だけどまあヤクルトにやられる形になったよね、うん、まあその試合は勝って傷はつかなかったけどもね、うん、まあだけどまあまだまだその巨人のピッチャー投手陣の整備が必要かなっていうふうには思うよね、うんうん、ヤクルトはさすが3連敗しなかったというね、うん、流れ的には3連敗してもよかったんだけどもさ、うん、まあだけど、昨日なんか初回に5点取るね、打線のつながり見せたってだし、あ打線がちょっと低迷してたかなっていうふうに思ったら何の、うん、やり返したという、はい、あ不安ないですよみたいなメッセージもあったしね、うん、はい、しかもこう3戦目に勝つっていうのも、うん、この勢いすごい勢いで勝ちましたから、まあそうだね、またそれは次の、まあ今日からカードも変わるから、はい、だからあそういう意味では、うん、あの負け越しはしたけども、うん、気分よく入っていけるよね。なるほど、はい、はい、で続いて阪神広島、はい、阪神がやっと広島に今年1勝できた、ねね、で火曜日負け、あ火曜日じゃないか、まあ、火水って結構負けが、うん、あの混んでたんだよね、うん、で火曜日水曜日勝てないぞって言ったところで、うん、まあ、西と床田の投げ合いになったんだけど、はい、まあ、床田っていうのは阪神に抜群の相性を持ってたんだけどもね、まあ、西が頑張ってこれスライドできたのが良かったのかなっていうことも思うしね、はい、で西の方がやっぱキャリアが積んでるし、うん、まあ、そういう経験も豊富にあるからだからまあそこら辺で良かったのかな、うん、で大山も打ったしね、はい、だからまあ勝ちに、結びつけた、うん、ね、で広島の1勝っていうのはやっぱアンダーソンがいいわ、うん、アンダーソンが近本を止めた、はい、あのそうでしたね、うん、30試合連続ヒットこれすごい記録だよ、うん、でも30試合でも、はい、いやー本当そうですね、30試合ずっと打ち続けるわけだから、はい、その間の打率が3割7分ぐらいあるんじゃないかな、うん、まあやっぱこうなんていうかな打線を分断するのにやっぱり近本が打つから、うん、こう打線というのは流れてたけど、うん、分断されるとやっぱこう阪神も苦しかったね、うん、昨日は、うんうん、でまあ阪神も1対0で切り式がねすごい素晴らしかったんだよ、良かったんだよね、うん、広島相手にね、はい、でまた新しい戦力になると思うんだけど、うんうん、切り式っていうのは、はい、まあ、だけどその1点差でずっと言ってたのが9回にノーアウト1・3塁から、セーフティースクイズやるんだけどそれを防いだんだね、うん、阪神が、はい、でその後松山に打たれて3点差になって9回裏、まあ、近本を迎えるんだけどもさ、うん、やっぱね、バッターの心理からするとね、3点差と1点差で全然違うんだわ、やっぱ打席に入ってる気合が。しかももう、終盤も終盤になってくると。そうそうそう。で、ツーアウトから、うん、ワンアウトかな、ワンアウトから立ってたのかな、うん、はい、うん、ちょっと力が抜けたね、近本もね、うん、うん、だから、まあ、止まっちゃったけども、はい、さすがに広島っていうのは、まあ、阪神をお客さん、得意にしてるだけに、ね、はい、まあ、連敗しなかったというね、うん、うん、だから阪神はでも一つ広島にね、今年初めて勝ったんで、はい、まあ、次の対戦の時にはちょ少し流れが変わるかなっていうような、うん、まあ、そんな捉え方をしてもいいと思うね、はい、はい、で DeNA 中日、はい、で、まあ、DeNA、非常に大貫がまあ、頑張ってというかね、はい、まあ、本当に安定してるよね。でその中でフォークが素晴らしくいいわ、うん、だから、まあ、中日打線をね抑えていったけども、まあ、それとやっぱこう宮崎とか、まあ、打つべく人が打ってくれてるしね、うんうん、だから戦い方としたらいいんだけども、まあ、一つの引き分けがあった、うん、これは、まあ、確かに高橋宏斗というね、はい、若いピッチャーが、日本人今でいう最速かな158キロ出して、まあ、抵抗してきたんだけどもさ、はい、まあ、勝ち負けつかずに、まあ、終盤になってねピッチャーが変わった時に、うん、まあ、バントができないよね。うん、やっぱああいうことこういう接戦をものにしていくのには、うん、やっぱ細かい作業っていうのは必要だから、
まあ、打ったりだとか守ったりだとか、うん、そういうところはもうすごくバランスが良くなってきた、うん、でピッチャーも頑張り出してきた、うん、でスピードも出てきた、はい、全体的な、はい、あとはやっぱ細かい作業だね、うん、これができるようになってくると今の順位じゃなくて上がってきそうかなっていう、なるほど、まあ、予感がする、はいはい、まあ、中日の方は、うん、まあ打てないなぁ、辛いなぁ、ね、一時ちょっと打撃課題っていうのが少し克服の兆しも見えた時もあったんですが、うん、まあ、今32イニングぐらいかな、はい、無得点、はい、まあ、タイムリーがないというような状況でね、うん、あのチャンスは作ってんだよね、だから全く打ててないかっていうと、はい、うん、打ててないことはないんだけど、ここ一本っていうのが出ないんだよね。だからここに苦しんでるよね。だから点を取らすっていうのは非常に難しい作業だけども、まあ例えば足を絡めたりだとか、うもうとにかく次の塁を狙わすとか、まあ、そういったことをもう徹底してるとは思うんだけどね、立浪監督だから、なんか打開策はないですかね、だからまあなんかみんながね、うん、重いものを背負って野球やってる感じがする、打てないからやっぱ責任をもう感じながらね、うん、だからそういう意味ではやっぱ早く誰かが打ってそういうものを荷物を下ろしたいよね。これは言うならばもうホームランも出ていないということで、そうなんだよ、何かね、次1点どこかで得点するとまたそれがみんなの荷物が折れるといいですけど、まあそれがきっかけになると思うんだけど、うん、やっぱりビシエドとか、うん、そういう人間が、あの外国人がやっぱそういうものを打開していってほしいよね、うん、はい、はい、まあそういうセ・リーグでした、はい、であれもこれも記録更新ストップ、はい、まあ、今ね、プレートの中でもいろいろありましたが、はい、で唯一止まらなかったのはというお話なんですけども、うんうんうん、まあヤクルトがカード勝ち越しが、うん、まあ止まったという ね、 いうことはあるし、うん、で阪神の連敗が止まったという、広島に対しての、はい、今季初めての1勝がついたということね、はい、でまあ、唯一止まらなかったのは、はい、まあ、阪神は近本が止まっちゃったね、近本選手の、ね、記録もありましたしね、まあ、残念だったな、そうですね、いい当たりもしてたんだけどね、うん、だけど止まってしまったという、はい、まあ、またチャンスあるよ近本だったらね、うん、実力があるしね、はい、で唯一止まらなかったのは、うん、中日のゼロ更新だよ、そうですね、これはやっぱり、ね、点が取れないというのは辛いな、うん、でましてやその立浪が監督とし選手とした時に打ててたバッターだけにね、やっぱこれはねやっぱ辛いと思うわ、うん、まあ、早く止めないとこれはゼロをね、ね、うん、本当にね、はい、まあそういうこうセ・リーグの戦い方でした、はい、はい、パ・リーグです、はい、ね、こちらも、はい、勝ったチームが、2試合のところがありましたが、まあ、そうだね、西武ロッテが2勝1敗で勝ち越し、はいはい、楽天ソフトバンクは一勝一敗ということで、そうだね、はい、はい、で西武、うん、ね、やっぱ投手陣がいいだけに粘り強くなってきてるね、はい、でその中でアイトっていうね、うん、非常にずっと使われてるんだけど、はい、まあ、ホームランを打ったりとかね、起用に応えるとか、うん、で、まあ、西武の方ではおかわり君が、はい、ね、三振、こちら記録が更新されましたが、日本一という三振ね、三振の数ですよね、うん、でもね、うん、そこまで三振しても使ってくれるというさ、うん、それだけ魅力のある選手なんだよね、うん、だからそういう意味では三振だけど素晴らしい記録、うん、そういうふうに思うね、うん、うん、まあ、西武の方は、まあ、オリックスに勝ち越しというね、はい、オリックスの1勝、はい、これは豊さんね、え、俺の後輩だよねえ、やってくれたぜよ、もう今年のドラフト1位の、うん、そう、ムクロキね、ムクロキ連投手、はい、はい、ね、6回を無失点、そうです、出身高校が高川学園、はい、ね、その前の前身たたら学園が俺の母校で、はい、それが高川学園だったというね、そこの後輩ですよ、そうです ね、 ね、これは高川学園から初の勝利でしょうか、そうそうそう、プロより3人しかいないんだよ、はい、ヤクルトの山野と、はい、
で、ムックノキが3人しかいないんだけど、はい、まあ、2人ピッチャーなんだけどね、あとのね。で、山野がまだ勝ってない。うん、それ後輩のムックノキが、うん、まあ、越しちゃって勝ったというね。はい、で、6回無失点、はい。その6回裏に、杉本の先制タイムリーで勝ったというね、うん、はい、杉本には感謝するよ、ムクノキ。ね、まあ、待ちに待った登板でしたが、まあ、そうだね、キャンプでね、脇腹痛めてね、うんうんうん、ちょっと調整が遅れたんだよね、はい、だからその分、この時期になっちゃったんだけども、はい、まあ、非常に落ち着いてるのと、うん、やっぱたまにね、キレがあるわ、それとやっぱこう落ちるボール、フォークがいいね、まあ、ちょっとスリークォーター体勢みたいな投げ方なんだけども、はい、体勢よりはボールがしっかりまっすぐいく、まあ、体勢よりは力はないんだけど、でも150キロ投げるからね、しっかり、うん、だからこれからが非常に楽しみだよ、うち楽しみだ。ね、山口弁で言うとね、はい、本当に良、ね、かったですね、まあね、でオリックスはその野口というね、はい、ムクノキのドラフト2位で入った人間を1番に使って、はい、まあ、2安打という、はい、だから非常にフレッシュな、うん、選手をどんどんこう使ってきているというか ね、だからオリックスも負けたけど、負け越したけども、なんかこうフレッシュな人材で、うん、これからこう気分的には明るい話題がたくさんあるよね、うん、はい、だから気分的にもこう変わってくるかなっていうような、うん、まあ、感じもするよね、はい、はいはい、次ロッテと日本ハム、まあ、ロッテは接戦をものにし、うん、日本ハムに勝ち越したんだけども、まあ荻野だね、やっぱ荻野がやっぱこう打線に戻ってきて、はい、で、まあ、こうゲーム感を取り戻してくると、うん、やっぱ荻野のリードオフマンっていうのはいいね、守備でも、ね、守備でもいいし、はい、打ってはサヨナラ打つしさ、はい、だから素晴らしくいい活躍と、うん、やっぱこう安田が少し4番として落ち着いてきたということ、うん、まあ、これもいいよね、うんうん、それと2戦目の時は外野フライ、はい、外野フライ、うん、ホームラン、また外野フライとかいうね、うん、まあ、点の取り方だったんけども、はい、非常に卒がなくなってきてるね、だからこれからやっぱりロッテは楽しみかなっていうような、そんな感じもするし、はい、で和田延長になって、はい、和田をランナー一塁、うん、ね、いきなり走らせてノーアウト二塁を作り、うん、送りバントで進めて和田がホームインをして返す、はい、いいという状況を作って和田が、はい、で、荻野が返すという、うん、ね、まあ、非常に卒がない、はい、まあ、野球をやり始めたかなというね、うん、まあ、そんな感じがするし、まあ、ロッテの中で佐藤俊也、まあ、非常に成長したね、キャッチャーとして、うん、今年一番その、リーグの中でも成長してるかなっていうのが見れる、うん、だから非常にロッテはそつなくなってきてるし、うん、その佐藤俊也というキャッチャーも伸びてきてるから、うん、だからこうゲームが落ち着いてきてるよね、うんうん、はい、なるほど、で日本ハム、はい、まあ、一勝する、ね、これ1点差で全部負けてるのはね、だけどもうこれねへこみそうなんだけど、うん、日本ハムっていうのは頑張るね、あ、だから素敵だよすごく戦い方は、はい、でその中で清宮、うん2試合連続のホームラン、はい、これはキャリアハイ、キャリアハイね、更新中ですね、更新中、はい、2桁に乗せたよね、はい、ホームラン、だから成長はしてるんだけども、うん、ただ清宮に言いたいことは、はい、ホームランが1打席目に出ると、うん、その後あんまり活躍しないんだよね、うんうんうん、普通乗っていけよもっとって、そうですね、でホームラン打ったら相手はすごく警戒する、うん、警戒したらストライクっていうのはなかなか来ない、うん、それをやっぱ我慢しないとね、なるほど、で突っかかっていっちゃうしさ、うん、で気のない選手三振とかもあるから、はい、でそのボンダをさ、うん、もう少しかっこよくボンダをする、うん、そういうことを考えてきたらちょっと変わってくるかなっていう思うよね、せっかくのね後だとやっぱ相手チームにとって思うツボみたいなところが見受けられますかね、そうだね、うん、まあ、それとこの中で田中という投手が勝った、はい、ね、5年目かな、はい、
で今まで過去1試合しか登板がなかったんだけども、うん、もう思い切ってやっぱビッグボス使うよね、うんうん、そしたらまあ後ろ髪がちょっと長くてさ後ろ髪長いですかみたいなまあそんな感じのピッチャーなんだけど分かりにくいですね分かりにくいよねいやだけどなんかすごくなんていうのやっぱ苦労したんだろうね、うん、あの丁寧に投げてたね。はい、まあそういうこうまあ清宮もそうだし田中もそうだけど、うん、まあ感動的な、まあその中で松本っていうのがね、はい、やっぱこうすごいバッティングをまだしてるしね、首位打者でね、だからよく頑張ったなっていうふうに思うね。はい、はい、で楽天ソフトバンク、楽天則本が負けたのが痛いね。やっぱ則本はやっぱ勝つという計算でね、はい、送り出してる。で楽天はこの2戦則本と岸で行ってんだよね、はい、このやっぱ2つ取りに行ってて1勝1敗という、うん、でソフトバンクはコロナでちょっと苦しんでるという、うん、その中で1勝1敗というのは楽天にとってどうなんだっていうこと、まあ、その中でソフトバンクは、はい、渡辺陸、はい、あのキャッチャーのね、うん、まあ下位に代わってマスクをかぶる、はいね、ホームランを打つ則本から、はいね、そういう活躍がある。うん、でバッティングも今3割3分3厘ぐらい打ってるかな、うん、活躍はしてるんだけど、まあ、例えばその負ける試合では、まあ、ちょっとワイルドピッチなんだけども、うん、ちょっと止めきれなくて、はい、それがランナーが進み得点になるとかね、うん、まあ、そういうところも見受けられた、うん、まあ、一生懸命はやってんだけどね、はい、やってんだけどやっぱり今がチャンスだからさ、うん、で俺もものすごく渡辺陸っていうのは期待してるしね。そうですね、うん、だから、まあ、そこら辺の打つ方はすごく頑張ってるけども、うん、もうちょっとキャッチャーで、まあ、見せ場を作った方がいいなっていうふうに、うん、まあ、感じるよね。なるほど。で楽天の方は、はい、まあ打ったり打たなかったりなんかこう波があるね。ただその中で岡島とかさ、はい、まあ頑張ったりとかしたけどね、今回はね。まあだけど楽天の力からするとまだまだなんかこう湿ってるよね。だからカラッとしてないよね。だからこういうなんか他のチームから比べるとさ、うん、少しなんかこうテンションが低いというかさ、うん、もう少しテンション上げようよっていうような、うん、そんな感じがする。でソフトバンクももうコロナで苦しんでるね、うん、なんか、はい、選手たちは一生懸命やろうとしてるよね、うん、よく一勝一敗にしたと思うよ、うんうん、ただ、昨日はちょっと牧原がね、3番に入った牧原が少しブレーキにはなったけどね、はい、大事なところで、まあ、最後には打つんだけどさ、はい、まあ、最初に打っといてくれればゲーム展開が全く違ったものになったかなっていう、うん、ことも言えるし、でも牧原が3番を打つ、非常に、まあ、柳田が3番を打って、はい、グラシアルが4番、うん、牧原が1、2番、そうなってくるとやっぱこう強いなと思うけど、うん、今牧原に3番を任してる、まあ、現状ね、はい、やっぱみんなで頑張らなきゃいけないなっていうのは感じたね。そうですね、うん、で、はい、若手ルーキーが躍動、はい、ね、大事なのは次、はい、これなんか次っていうのはあれですよね、次の登板とかその次の試合とか新人若手が次重要だよっていうことですか。そうそうそう、うん、これはやっぱりね、ムクノキでも、うん、田中でも日本ハムのね、うん、勝った、うん、これはもうおめでとうなんだけど、はい、やっぱデータがないんだよね相手に、はい、うん、どんな感じなのかなっていうところで、うん、初見っていうのはさ、はい、やっぱ分からないんだよ、うん、でこういう球を投げます、こういう球を投げます、こういう球を持ってますみたいな、うん、こういう特徴ですって言われてもやっぱ見ないと分からないんだよ、バッター、うん、ある程度の傾向は頭の中に入れるけど、うん、でも次っていうのはもうどの球団もビデオを撮ったりだとか、うん、データを回すから、はい、やっぱそのデータを超えたものを出していかないと勝てませんよっていうようなこと、分析されるということですね。そう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 、だから次が大事、うん、ね、本当の実力を示すのは次だから、はい、ね、だから、うん、喜んでもいい、一生できなくて、ね、プロを去っていく人間っていうのはたくさんいる、はい、でもその一生を得たということは、うん、やっぱ
プロでも勝てるという実力を示したわけだから、だからそのデータが回ってダメになるっていうのは情けない。だからそのデータを超えたものをね、やっぱこう期待をしたいというふうにね、はい、思うよね、はい、はい、だからいっぱいこう若手がね、もう躍動したりして、まあ日本ハムのその清宮でもやっぱ若手のうちだしね、そうですよね、もう大学の出たてと一緒だから、そうですよ ね、だからまあ堂々とね、やってほしいと思います、はい、はい、ということで、はい、順位表はこうなります、はい、順位表はこうなりました、はい、ね、入れ替わりはなかったですね。入れ替わりは両リーグともなかったね、はい、はい、ゲーム差が少し変わりましたが、ヤクルトマジック50、はい、はい、巨人が1ゲーム縮めたという、うん、でも 12.5 あるというね、はい、まあだからセリーグの場合は、まあ2位から5位まではもう本当にわからないということだよね。そうですね、うん、でパリーグ、はい、パ・リーグは西武の状態が良くなってきた、ロッテも良くなってきた、うん、ね、オリックスも、西武には負けたけど、負け越したけども、うん、まあ、そんなに悪い印象はないんだよ、はい、うん、だから、まあ、次のカード、うん、ね、見てみると、はい、まあ、巨人は DeNA、はい、DeNA の状態は悪くないよ、そうですね、うん、で、あの今永か、うん、が投げるしね、はい、だから巨人も DeNA に食われないように、坂本選手がちょっと、ね、そうなんだよ、抜けたっていうとも大きいでしょうかね。いや大きいよ、これは大きい。だから、うん、巨人は誰をショートに持っていくのか、うん、まあ、例えばこういう案があるんだよ。吉川をショートに持ってって、うん、はい、増田陸っていうのをセカンドで使うっていう手もあるしね、うんうん、だからここら辺のやりくりっていうのは大変だろうけども、ここはやっぱこうオールスターまで頑張っとかないとさ、ね、ここで順位を下げるようなことになってくるとやっぱモチベーションがどうかっていうことになってくるしね、うんうん、ただ DeNA は大きなチャンスを迎えるということ、そうです ね、はい、はい、で広島は、広島は中日と、中日ね、はい、ここはやっぱ負けれないよね、うん、ここは表が来るよね、はい、例えば大瀬良、森下、はい、栗、この3枚がおそらく中日にぶつかると思うんだけども、はい、まあ、中日はいかに点を取るかだよね。で広島は秋山が入ってくる、そうですね、で今日から、今日からの予定ですかね。そうそう、だから3番に入れるんじゃないかっていう話なんだけどもさ、うん、まあこれも楽しみな一つだし、はい、なんか新鮮な話題だよね。そうですね、うん、で中日はやっぱりちょっと暗いよね、うん、点が取れない ね、何イニング点も取ってないとか、うん、そう、うん、だから非常にモチベーション的にはやっぱり広島が有利だよね、はい、うん、でヤクルト阪神、はい、ね、ここら辺ね、ヤクルトの追っ手は俺阪神だと思ってたから、うん、阪神ここら辺で頑張らないとね、うん、ここら辺でズズズっていくようなことになってくると、うん、もうどんどん下がっていきそうな気もするし、この次のカードは何かとちょっといろんなこと起こりそうですね。まあまあそうだね、だから大きくこう順位が本当に目まぐるしく変わる可能性があるよね。そうですね、あ、まあここら辺でね、うん、この4チームで、はい、だからそれが楽しみだね、はい、はい、でこっちパリーグ、はい、ね、ソフトバンクは、ソフトバンクは日本ハムとですね。あ、日本ハムね、ここはやっぱこう確実にソフトバンクとすれば勝ちに行きたいよね、うん、うん、ただねビッグボスが言ってた、はい、今のテーマは1点をどう取るかっていう、うんうん、テーマなんだって。1点はコツコツ取ってましたよね取ってたけど、取ってたんだけど、はい、大事なところの1点をどうやって取るかっていうことを今チームのテーマとしてやってるらしい。なるほど、だから松本もバントしたって、うん、もったいないなと思ったんだけど、はい、でもまあそのテーマを聞くとね、うん、まあ発展途上のチームということを考えると、うん、まあうなずけたんだけどもね、うん、まあだけどまあそういうテーマを持っているチームにソフトバンクは、うん、コロナで苦しい中やっぱ勝たなきゃいけない、うん、日本ハムに食われるようなことがあるとやっぱまた順位も動きそうな感じもするし。で楽天は、楽天西武ですね。楽天西武ね、ここの戦いは面白いね、うん、一気に順位を変えるか、うん、まあおそらく高橋コーナーとか、うん、ね、
いいピッチャーが投げるだろうし、そうですね、まあ、楽天も負けてないよね、うん、田中真君とか、はい、多分投げると思うんだけども、はい、だからここら辺の戦い方は面白いよね、うん、でロッテオリックスね、ここら辺もやっぱこう面白いよね、はい、表が来るし、うん、両方とも、はい、だからここら辺ここもこの順位が大きく変わる可能性がある戦いだね、うん、はい、はい、だから、まあ、今週週末、うん、また面白い3連戦が見れるね。そうですね、はい、またあのルーキーの先発も楽天の松井投手というのが投げる、はい、予定になってますね。これはドラフト5位ルーキーのプロ初登板ですので、ね、なんかここに来て初登板とか、ね、結構使ってくるね、思い切ってね、うんうん、かまあそれも楽しみの一つだけど ね、 そうですね。ただやっぱりバテてくるからみんな、うん、だから若手の力、これが充実してるところがまた上に行くだろうし、はい、だから頑張ってほしい ね、 ね。だからまあ順位変動の予感、うん、予感がします。ね、次の3連戦、はい、ね、頑張れ6位、そうですね、ね、はい、2チームはもう本当に歯食いしばって、はい、まあ、頑張ってください、はい、ね、まあ、そういう3連戦でした、はい。